一気に逆襲カウンターだ。どんな攻撃も俺が全てシャットアウトしてみせよう。ここだ。簡単には攻めさせない。最大限の力でお前を迎え撃つ。くらえ。高速南米式ドリブルだ。任せたぞ。甘いわ。うわっ、それ高速南米式ドリブルだ。俺のタックルを食らえ。おお、食らえ。おマルシオ、俺たちに止められない攻撃はない。っよっしゃ。止められない攻撃なんて存在しないんだ。決めるぜ、行け。任せたぞ。それ。しまった。行くぞ。簡単なパスだぜ。来てみな。行くぞマルシオ。俺たちに止められない攻撃はない。よっしゃ。高速南米式ドリブルだ。ガンガン打ってくぜ。行くぜ。どんなシュートでも止める。絶対に点は許さねえ。だ、高速南米式ドリブルだ。あとは頼んだぞ。行くぜ。俺様のタックルを甘く見るなよ。カットだ。どうだ。どうりゃ。あ、行くぜ。行くぜ。ゴールは俺が守る。よし。フルパワーで行くぞ。俺の全てはこの俺が粉々に打ち砕いてやる。勝つことだけが俺の存在証明なんだ。これがブラジルの大地で鍛え上げた大いなるパワーだ。行くよ。助かっただ。決定的なパスを送る。よし。サッカー国本場のドリブルを見せてやる。
俺たちは絶対に勝たなければいけないんだ。あ、行くぜ。本気で行くとするか、レオ。そうだな、そろそろ楽にしてやるか。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってパンチングだ。それそれ、任せたぞ。よし、それ任せたぞ。よし、これがブラジルゴールデンコンビだ。個人技だけじゃないサッカーの素晴らしさを見るがいい。高速南米式ドリブルだ。あとは頼む。くそ、最後まで攻め続けるんだ。よし、そう来ると思ったぜ。それ助かっただ。サンパウロゴールデンコンビとは翼とこのペペ様だぜ。行けペペ。おお、ここで決める。行くぜ。それ、しまった。ノリャ、ここだ、ここに通すんだ。ゴールが見えたら撃つんだ。行くぜ。はっ、これにやろう。必ず止める。わぶち抜いてやるぜ、ジェア。よし、うわ、好きにはさせないぜ。このチャンスをものにする。それ、くらえ。そこは通さないぜ。うわ、世界一の左足を見せてやる。うわ、俺の伝説はそう簡単に崩せやしないぜ。ラズレーザーもらった。どんなコースでもキャッチする。ズリャー、みんな行くぞ。ここで勝負だ。俺たちのコンビネーションは無敵だぜ。上昇軍団のプレーを見せてやる。よーっ、行くぜ。しまった。よっ、ほっ、えっ、そっ、ふん、はっ、はっ、よし、これが本場の南米式ドリブルだ。俺の動きについてくれるかい。だらけだ。みんな、もっとボールと友達になるんだ。世
世界にはこのシュートを扱う選手が何人もいるんだ。ドライブシュートだ。けっ、必ず止める。はっ、わあ、そろそろ本気で打つぞ。どんなシュートでも止める。はっ、腕を上げたな、翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。はい、よし、よく見ておけ。これが俺の最強のシュートだ。行くぜ。俺の伝説はそう簡単に崩せやしないぜ。わあ、大事な友達、お前には渡せない。これが殿下の宝刀、サンターナターンだ。来てみな。どけ、この俺が止める。止める。フライングドライブパスだ。行くぜ。友達は誰にも渡さない。ここはパスでつなぐ。よし、準備はできたよ。全力で行くぞ。任せたぞ。俺の元に戻ってこい、友達。はあ、優れたサッカープレイヤーだということを証明してやる。ゴールデンフライングドライブシュートだ。どんなシュートでも止める。地に這いつくばり、そこで見ていろ。ブラジルナンバーワンの選手になるんだ。どんなシュートでも止める。くらえ、俺の究極のシュート。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってパンチくらう。これが俺のローリングアロージャンピングオーバーヘッドシュートだ。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってパンチくらう。ほっ、ディアー。友達は常に俺の味方さ。これがこの世に存在する究極のシュートだ。必ず止める。ディアー。これがサッカー王国ブラジルの力だ。おお、いくぜ。ディアー。これで決める。いくぞ、レオ。決めよう、サンタナ。いけ、ペペとレオが作ってくれたこのチャンス、決められなきゃエースじゃない。行くぜ。俺の全てはこの俺が粉々に打ち砕いてやる。勝つことだけが俺の存在証明なんだ。かけるものなら砕いてみろ。聖剣ディフェンスだ。見たか。くらえ。
俺のシュートは誰にも止められない。これに触れれば複雑骨折するぜ。よし、試してみるか。俺たちの必殺シュート、ロベルト直伝のスカイウィングシュートだ。はあ、いけ。俺の伝説はそう簡単に崩せやしないぜ。来てみな。サッカーは個人競技じゃない。あとは任せたぞ。行くぜ。相手を引きつけておいての。俺には隙が見えてるぜ。それ頼む。行くぞ翼。よし、ここだ。そう簡単には抜かせないぜ。行くぞ、僕のテクニックを試すんだ。それ通させないよ。行くよ。それよ。俺も翼を広げて大空に羽ばたく。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってパンチグラー。わー、翼のお箱、俺にもできるんだよ。行くよ。行くよ、フライングドライブオーバーヘッド。俺の伝説はそう簡単に崩せやしないぜ。俺たちで最強のシュートを作るんだ、サンタナ。ああ、いいだろう。行くぞ。俺の伝説はそう簡単に崩せやしないぜ。これが二段フライングドライブシュートだ。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってパンチグラー。わー、止められるものなら止めてみろ。甘いな。決めるぞ翼。これが俺たちのウィニングショットだ。そこだ。それ、あとは頼んだぞ。行くぜ。
かせない。高速サブマリンディフェンスだ。頼むぞ。いただいていくぜ。させない。いくよサンターナ、リバウルさん。このまま終わるわけにはいかない。よし、ブラジル黄金トリオだ。くそ、はっ、それ。10番の共存も面白いかもな。やってみます、リバウールさん。よし、リバウールさん決める。ここは行かせてもらうぜ。行くぜ。甘いな。よし、俺たちがナンバーワンだ。スカイホークシュートだ。くそ、どんなシュートでも止める。ハッパーディフェンスだ。俺たちはまだ終わりじゃない。ゴールデンホークショット発進だ。止められない攻撃なんて存在しないんだ。フィールドの破壊神が全て打ち砕く。こんなシュート簡単に取れるぜ。ほら甘く見るな。スラライ、これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。トラを超える、これが俺の雷獣シュートだ。俺に止められないシュートなどない。おい、はっ、ストクが止める。俺も翼を広げて大空に羽ばたく。俺がいる限りゴールは許さん。物ども重いし、ドラゴンシュートだ。何？くそ、俺に反応できないシュートはない。行くぜ、火の龍馬。俺のシュートに吹き飛ばされるなよ。タイガードラゴンシュートだ。俺に失点などありえない。